みんな見てくれ、僕は忍術を習得したぞ。ほら浮いてる、ちょっとだけ浮いてるの こんにちは、つちのこです。浮いちゃったな、もうこれ完全に完全に浮いたな、これは。さあ、一滑りしたところで、どうもこんにちは、つちのこです。さあ、ストーリー続きやっていきましょう。どんどんやっていくよ、ストーリー。どれどれ、今なんか話し合いしてるんだろうね。電木の旦那、バザギリはどうするんだい。神王様に仕え戦っていたポケモンの子孫とはいえ、許しがたい暴れっぷりだぜ。席よ、いきなりだな。時間は貴重、もったいないことはできねえ。では真珠団の大事なキングに対してどうせよと。真珠団のキングだからな、俺たち金剛団は手を出せねえ。出したら先代の時みてえにまた争いになっちまうからよ。だけどよ、旦那のところも怪我人出たんだろう。ほっといていいのかよ。では真珠団が崇めるキングを私たち真珠団自身で倒せ、そう言いたいわけか金剛団。うん、思ってるけどよ、口に出して言ってないだろ。一緒だバカ。そもそもキングであるハサギバサギリが暴れる、荒ぶり暴れる理由が謎だからね。そりゃ俺も気になる。金剛団の歴史でも初めてだからよ。聞いていた、来ていたのか。ジローリ、土の子だ。調査隊の新入りとなる。よろしく。その名前、ヨネから聞いたぜ。怪しい神に好かれたんだってな。そうか、あんたが時空の裂け目から落っこちてきたすげえやつか。俺は関、金剛団リーダーの関だ。オサってのは古くせえから勘弁な。時空の裂け目の向こう、神王様がいるやもしれない。空間から来たというのか。私はカイ、真珠団を率いる辛抱遠慮な長だ。本当に裂け目を通ったのか。どうにも疑わしいのだけど。どうだろう。まずはこの者にバサギリの調査をさせるというのは。裂け目から落ちていたという怪しい新入りにバサギリの調査を。おめえもオサとしては新人だろうが。オサとして寛容なのは年数ではなく広大な翡翠の大地を恐れぬ心だ。だったらよ、新入りでもいいんじゃねえか。いいぜ電木の旦那、あんたの話に乗った。ボールでポケモンを捕らえる銀河団のお手並み拝見しようや。それが気に入らない。神王様はポケモンが暮らすため翡翠の大地をお作りになられた。私たち人間はポケモンの友であり、上下の関係など不要なのだ。銀河団がボールを用いるのは支配でなく共存のため。まずは任せていただきますぞ。土の子よ、任務だ。バサギリを調査せよ。空から落ちてきたお前を怪しむ者はそれなりにいる。信用を得るため粉骨砕身働け。もうこれはでもループしなかった。おうよ、時は急げってな。森キングバサギリは神王様より力を得たポケモンの子孫。その強さは他のポケモンの比ではない。へえ、そんなのがいるの。私たち銀河団は後から翡翠地方にやってきたよそ者だ。金剛団真珠団とは揉めてはならぬ。わかるな。土の子、団長の任務について話す。調査し体質へ来たまえ。わかりました。荒ぶり始めた森キングか。なるほど。すげえ、前転して移動がもうシュールすぎる。来ましたよ。土の子くん、ラベン博士、お話を。博士からの話か。君はバサギリのことを荒ぶる理由を含めて調査するのですね。ですがバサギリは強い。バサギリに襲われた警備隊がモンスターボールを投げたのですが、全く捕まる気配はなかったとのこと。気性が荒いのとも違うようです。
確認する。極めて危険な任務だが受けるのだな。断りたいです。すっげえ嫌な顔。いつも情報を提供する任務を果たせ。金剛団真珠団にとってキングと呼ばれるポケモンは神王様のお使い、キングが好むとされる場所、キング場においてお供え物を捧げ感謝する祭りを行うという。ではバサギリのお供え物の材料が分かれば何かしらの対策になるかも。ツチノコ、話があるんだよね。いいか、時空の裂け目の向こうは神王様がいるかもしれない世界。そして金剛団が崇める神王様は時を司る存在よ。あんたが時空の裂け目から落ちてきたということは時を超えた可能性があるってことだ。そんなすげえあんたに頼みたい。バサギリだが調査はもちろん、とにかく沈めてくれねえか。関さん、今まさにその話をしていたのです。あんたが噂の学者先生だな。今度いろいろ教えてくれよ。で、さっきの続きだ。森キングバサギリは真珠団が崇めるポケモン。あいつら真珠団としてはてめえたちで何とかしたいだろうし、銀河団には頼みづれえよな。それに俺たち金剛団も同じ悩みを抱えているのよ。遠い山では金剛団がお世話するキングも荒ぶり出してよ。確かに金剛団と真珠団は揉めていた歴史がある。だがよ、同じ翡翠で暮らす以上問題は皆で解決しないとな。ただ強いポケモンと戦えるようなすごいやつはそうはいない。すごいやつはそうはいないの。もう2回読んじゃうな。これあんたが頼みの綱なんだよな。バサギリがいるのはもう奥の森の先、巨木の戦場。キャプテンの名前はキクイ。頭の切れる子だがちょいと間抜けなところもあってね。大好きなバサギリのことなら聞かなくても何でも話してくれるさ。とにかくよろしく頼んだぜ。じゃあな。なるほど、巨木。話すだけ話したら消えましたね。なるほど、時間を大事にするんですね。関さんの言う通り、バサギリの調査するのでしたら居場所に向かうのが一番ですな。巨木の戦場でしたらできたばかりの高台ベースから向かうといいですよ。放牧場によって連れていくポケモンを選ぶのも大事ですね。なるほど、ここでできるよね。でもね、これあれ、あ、できないのか。ここではタスク1個だけありました。お前さん、そんな経験が、あ、材料を拾えなかった経験があるなら俺の話を聞きな。拡張かな、これ。収納術を学べばさらに多くの道具をポーチにしまえるぜ。収納術学んでいくか、教えて。指導料は100円だ、お願いします。ちょっと耳を拝借。1種類多く収納できるようになった。ほらよ、たくさん道具が入るだろう。教えて。指導料200円だ。よし、これ枠は広げとかないと。よし、ほらよ、教えて。300円、まだいけるな。よし、何個ぐらい、5個ぐらい開けとく。高いかな、もう。金かかりますね、ほんと。4種類ぐらいにしとこう。よし、ここでポーチの大きさを変えれると。なるほど、ポーチはでもずっと使うものだから広げといた方がいいよね、絶対。ポーチにかけて金かかるようになったのか。何してんの。クラフトが好きそうなあなた、お願いを聞いていってください。私のとっておきレシピでクラフトをしてほしいのです。何、どんなレシピ。ポケモンこけし。木材 ×3。 木材、あなたの手でクラフトしてみてください。こけし作ってくださいな。木材なんかないもんな。お元気ですか。
また話しかけてきたな。ヒギ、背面取りの術は角に買いこなせてますか？いい傷薬をどうぞ。商いのチャンスも増えるでしょう。先行投資です。いい傷薬3個ももらいました。あ、そういえばボックス変えてなかった。それでは自分遺跡を調べますので失礼しますね。忘れてた。よし、ちょっとパーティーもう一回見直そう。将来性のあるやつをどんどん入れていこうね。ムックル、ビッパ変えるか。石つぶてあたりに。ブイゼルがでもミジマルと被ってんだよな。ちょっと、コロ帽子に変えるか。よし、行ってみよう。道具の準備なら声をかけてくれ。ポケモン。ここでもしかして、ああ、なんだ、ここで買えれるんじゃん。買い物。どんなもの売ってますか？はい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 。あ、モンスターボールそのまま売ってるんだよね。よし。モンスターボール24個。大丈夫かな？夜にしか見かけないポケモンがいるらしいね。しかもスーッと現れて、なんだか不気味だね。ピン立てて。あれか、めっちゃ遠い。めっちゃ遠かった。ムクバードじゃん、もう。進化してやがる。やばい、行ってみよう。痛い。ダメージ食らうの？おっ、勝負。ムクバードになってやがるぜ。いった。ちょっと待って、激痛いんだけど。おい、ちょっと待って、ダブルバトルになってる。ねえ、待って待って待って、死ぬ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 。やめてよー。マジかよ、ダブルバトルになるのこれ。おい、やばい。しかもクソ早い。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、なんか間違えた。ちょっとねえ。死ぬ。やばい。やべえ、ちょっと強すぎる相手が。これミスった。どうしよう、まずいぞこれは。2人はやばいって。今一つで半分削れてんだけど。ねえ、やめて、みんなを。戦う相手じゃなかった。なんとか逃げれないかな。ねえ、どんだけ向こう攻撃すんの。ちょっとひどいよ、こんなのって。こんなのってないよ。やめてくれ、頼む。ちょっとこっちに1回ぐらい攻撃させてよ。終わった。つつかれて食べられて終わるわ、ケムソが。ひどくないこれ。うわっ、戦えるポケモンはいなくなるし。どうしようこれ、ちょっと登れないんじゃないの、もう。ちょ、やめて、逃げさせて、頼む。怖いよ。ちょっと滑らないで。ブレスオブザワイルドみたい。よし、帰ろう。ポケモンが全員ダメになっちまった。すいません、やられちゃいました。ああ、やっちまった。これはちょっと厳しいね。普通のポケモンであんなにやられるって相当だと思うんだけど。お、パラスがいるぞ。わあ、びっくりした。ミノムチが出てきた。待って、なんか大丈夫これ。クワジェット、ミノムチも欲しいな。パラスまで出てきて、しびれがの、しびれちゃった。まあ麻痺した。
モンスターボール投げたいな。ほい、どうだ、捕まれ、パン、よーし、オッケー。これ取れるのかな、取れはしない。で、アクアジェット、毒にもなった。で、力技、よし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 、パラスもゲットできないかな。なんで何度も毒にするの。いけ、頼む、捕まってくれ。でっかいパラセクトみたいな、さっきいなかった？よし、あっち側行っちゃダメだね。強いポケモンはマジで強えな、ビビった。あのでかいパラスを仲間にできるから強くしてないとやばいかな。こんにちは。たまに揺れてる木があるだろ、あれって木の実はいっぱいになってるからポケモンが食べてるんだろうな。あ、なんか動いてない。おい、割ってみて。あ、一寸筆が出てきた。こういう感じで出てくることもあるんだ。よし、アクアジェット、いけ、いいぞ、いって転がる。赤だし投げたい。めっちゃ捕まえるゲームでもあるもんね、これ。やべ、これも進化してない？ビッパーかビーダルかなんかに。あー、それで、おい、じゃあ勝負だ。うわ、やべ、めちゃめちゃ強い。進化してたらめっちゃ強いね、やっぱ。逃げろ。危ねえ。そうやって進化してたらやばいってことがよく分かった。こっちも進化させないとダメだな。やばっ、なんかやっべ、ビーダルいる。ちょっとちょっとちょっと待て。どうだ、捕まるかな。よーし、コルトック捕まえた。あ、進化可能って出たよ。え、ちょっと進化させてみよう。進化、よし、見守ろう。あ、こういう感じで進化できるんだ。ムッソが、すげえ。来たぜ、初めての進化。かわいいカラサリスになった。眉になっちゃった。え、もう進化できんの？え？そう、進化早くね。え、カラサリスからまた速攻進化できたりすんの。出たー。アゲハントになりました。よーし、技覚えした。エアカッター、いいね。こんな感じで進化できるんだね、すぐに。俺もまあ今捕まえたコロトックになるだけだけど。相手はでも敵はさ、進化したらめっちゃ強くなるのはあれなんな。待って、なんか夜になったら音楽が変わったよ。うわうわ、すげえ、しびれ粉巻いた。すごいね。お、あ、ズバットが出たよ。
ってるかな。よし、背面来い、ズバッとも仲間したい。よーし、ズバッとゲット。あ、ズバッとだと待ってね。あ、間違えた、ちょ間違えた。もう電気出したかったんでしょ、待ってや。間違えた、コリンク。いけ、電気ショック。よし、あ、待って、ムックルも進化可能になったよ。おー、進化させよう。ニジマルも早く進化させたいな。かっけー。よし、ムクバードになったぜ。ちょ、ランク上がんねえかな、報告しとこ。ででん、お金ももらえちゃった。うわわわわ、え、これはちょっと戦うか。ちょっと待って、3体寄るのはちょっとやだ、やばい。よし、勝負。え、かわいい不安定。レベル10か。アクアジェット、ワンぐらいね。オッケー、もう一回アクアジェット。よし、捕まえよう。不安定ちゃん、うちにおいで、来い、パコン。ダメなの。え、怒り出しちゃった。念力、うわ、いって、これもうダメなのかな、怒ったら。怒っても大丈夫、来い。よし。怒っても捕まった。不安定ゲットだぜ。虫よけそう。カゴのみ、え、持ちきれません、なんで。ああ、アイテムが、アイテムの枠がないから。わ、最悪だ。アイテムの枠、広げなきゃ。もっと広げとけばよかった、ミスった。拡張するぜ。ああ、なんぼ1000ぐらいまでやるか。もういきなりちょっと1000に上がんの、それちょっとひどくないっすか。だんだん持ってくるね。うわ、1500か、ここまでいくか。ちなみに次いくら、2500取るようになるんだから、もう味しめて。ひどい。なんかここ、あ、またなんかあるのかな。不安定が目撃されています。不安定ゲットしたよ。ズバッとの目、これか。こんにちは。これじゃおちおち寝てられないよ。うわ、驚かせるな、驚きすぎです。なんでもない、用があるなら後にしてくれ。大丈夫。はあ、調査隊なら原因を突き止められるかも。家の中に気配を感じるんだ。何かがバチバチ言ってるような。他にも焦げた木の実があったり、ガタゴト物音がしたり。家の中調査してくれよ。真夜中の怪現象、書いてみよう。よし、できます、やりましょう。どれどれ、
何がいるんだ？怖いな。これシーンってなってるの怖いね、ちょっと。うん、コイキングのスケッチ？名古屋城？巻物。お、なんだ？ん？木の実が入っていたような香りがかすかにする。なんか物音したぞ。土間の方から音がした。あ？音がする！めくってみよう。パチパチ。パチル？誰？はっ！畳の方から音がした。ここか？あ、え、ピチューじゃん。ん？変な音がしたが、調査隊無事か？かわいい鳴き声。ピチューじゃん。全然怖いポケモンじゃないですよ。このピチューもしかして。そんなわけないと思うが、森で怪我してたピチューか？かわいい。処置したお礼なのか？つまり家にいたのはギリがたいピチューだったのか。なんだ、無用の心配だったぜ。あんたには世話になったな。肺現象達成、7飲みもらいました。おい、警備隊の小雨です。捕まえたら見せてください。どうぞ。捕まえたよ。見せてくれるの？はい、どうぞ。弱い方あげようっと。こっちどうぞ。あげるんじゃなくて見せるだけかな。ズバッと目を見てみましょう。目ないけど大丈夫？のっぺらぼうじゃん。怖いよ。ちょっと目がない。まさか見えてないのに自由自在に飛んでたってこと？目の代わりに何かすごい秘密があるのね。ズバッとから学べることはないのかな。仲間にすれば？はあ、確かに。ズバッと探してみるよ。え、あげるのに。攻めの丸薬。またね、アイテム。またアイテムの枠。減らすんだから、ちょっと。大丈夫これ。あ、もうあと1個しかない、また。もう金がないんだから、ちょっと。で、もう1回、任務リストで。セリムの図鑑までだもんな。石粒ってこれこれこれ、これもやってない。これどこだ？わかりやすいね、これ。めちゃめちゃいいね。これいいシステムだな。サブクエもやっとこう。はい、どうぞ。石粒手持ってきましたよ。はい、どうぞ。あげますよ。あらあら、まあまあ完璧よ。おいしい漬物が作れるわ。イエーイ。経験飴、蜜寄せ玉。ねえ、ちょっと待って。あ、道具、え、道具箱あるんだ。あ、なるほど。持ちきれないアイテムは道具箱。なるほどね。そのための道具箱だったのか。で、不安定と遊ぼう。これもやってみよう。不安定も持ってるよ。こんにちは。不安定の依頼受けてくれたんだね。不安定が子供と遊んでるみたいなの。ポケモンが人と遊ぶのが気になって襲われているのではないかと。安否確認したけどみんな無事だし、不安定なんて知らないっていうの。こんなの放っておけないじゃない。調査隊だから調べてね。なるほど。夕方。ああ、これはじゃあまだまだか。夕方にならないとできないやつ。ちょっとじゃあアイテム整理を含めて、ちょっとアイテム整理するか。星の砂も
いやー、ここら辺厳しいね。どれを置いとくのか、置いといたらいいのか、難しいですね、これは。ポーチもっと広げなくちゃと、か各種モンスターボールを作るとき留め具などにする鉄のかけら。へえ、まあ、こんぐらいでいいか。はい、ということで今回はここら辺で終わっておきましょうか。いやー、ポケモンとか今回めちゃめちゃ進化とかさせたりしたけど、ちょっと普通の野生のポケモンがめちゃめちゃ強いね。キングに挑むどころのレベルじゃなかったんだけど、もう強すぎて。果たしてこの先キング次回あたり倒せるんでしょうか。よかったらまた次回も見てください。それでは土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。